はい、ということでですね、副音声でちょっとお送りします。はい、ちょっとあのアクションカムの、あ、これ見てください、今日行くとこ、ここです。この池田市から結構ね、すぐなんですよ。はい、これもこれ見てもらったら分かるように、池田の駅からなんで、僕のあの阪急石橋からですね、もう10分走ったらこのぐらいの、なんていうんですか、ボロボロとしたですね、こう道に入るんですよ。はい、でこれもう、これももうこれも15分ぐらいですよ、下手したら。めっちゃ近い。ただこのガソリンスタンドないね、ね、メモリ2つなんですけど、みたいな。ただまあな、まあ言うてもね、GSX10Pでね、もうどっかで見つけてね、まあ入れればいいやと、まだこの時は思ってました。はい。でですね、このカーブとかね、こんな近くでこんな、なんて言うんですか、いい山道というか、あるんだってことでも感動してですね、走ってますね。でこうやってね、見てください。こうバイクの人もですね、まあいたりとか。で、まあ、まだメモリ2つなんでね、まあそんな、あの、距離的にもそんな遠くないとこなんで、まあ、あるだろうと、スタンドは。この時は私思っておりました。まあ、最悪なくても、もう到着してすぐトンボ帰りすれば帰れるぐらい。ただ、ガソリンスタンドがあればいいなと思って、この時はね、走ってたんですよ。お!エネオス発見!ほら、やっぱ、助かった。ね。で、あ、ま、え?これほんまショックでしたね。なんで閉まってんのみたいな。いや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 。いやいやですよ。これ本当に最悪ですよ、これ。楽しめないんですよね。楽しめないんですよ、これじゃ。はい。ただまあさっきも言ったみたいに、まあまあメモリ2つあると。まあでも動揺してますよ、私も。なので、ちょっとその、ナビがちょっとあの充電できてなかったんで、一回ですね、バイクを止めようと。一回私止めました、うん、で、使おうと思ってたナビが充電なくて、ナビ設定してなかったんで、もう手持ちの自分のスマホ、これ見てください、このグローブね、スマホね、こう操作できるこのグローブで、新しいグローブでチェックすると、あと3分ぐらいで着くと。あ、じゃあもうすぐじゃないかということで行ったら、これです。ここが有名なヨノコンっていうんですかね、うん、あの正式にはファミリーマートの世の店みたいなとこなんですよ。ほんならもうバイクがわーおってですね。でもこの、 あのファミリーマートの前のところとかで、あのくつろげるんですよ。手持ちのやつを。なんでなんだと。え、これは忍者。うわ、解体や。解体や。形がもう完全に昔のやつですよね。この汚さとか。すごい古くなってくると逆にノーマルの方が緊張されますよね。なんかね、CB250F、 これも高そうですね。今流行りの感じですね。このマクロスみたいな顔になって、最近のやつは本当にこのね、サイドこれやったら便利な。これあの一番最初ね、あの到着した時、このドカ乗りの人とですね、仲良く D さんとガソリンスタンドのとこにあるんですね。こんな感じですね。わざわざスマホで調べてもらって、ガソリンがあるみたいなんで、ちょっと進んで行ってきて、そう。だから、まあ、あの、5分か6分ぐらい進んだらありますよ、営業してますよ、多分、みたいな話で、まあ、これスタートするんですね。うん。なんか、この、なんか、奥の方、妙見さんとか、なんかいろんなとこ、ちょっと細いとことかね、峠行ってみようと思って行ったんですよ。うん。ガソリンが、まあ、あればね、大丈夫じゃないですか、そこで。まあ、この時点でメモリ1個やったんで、やっぱり怖かったんです。はい。メモリ1個はもう怖いっすよ、ほんまに。メモリ2個やったらいいんですけど、メモリも1個になってたんで、もう引き返しました。でもまあ、引き返してるこう、道すがらでもですね、まあもう近いんでまた来たらいいやって言ったら、おーっと!3人のバイク、スローモーションでどうぞ。ほら!
先頭の人ピースしてくれてます。で3人目の人ね、もうすごい優しいピース、優しい控えめピース、控えめピースっていうか控えめ野営、うん、こういう野営もしていただいて本当にありがとうございます。でね、ガソリンスタンド近くのですね、あのキグナスがあったんで入れました。でこれからもね、行く前にはここで入れてからもうこれから行こうと私決意しました。でですね、この動画の最後ということで、今回このね、デイトナのこの、12V のシガーの電源とこの USB で、この真ん中のこのマウントをですね、前のあのドラレコから使ったやつと、でこのエイプを前についてたやつ、これを融合することによって充電しながらですね、バイクにちゃんとマウントしながらこういうふうに走行できます。もうエイプマンアクションカメラのですね、電源がなくなることとか気にせずにこういうふうにして、ちょっとこれでね、撮影どういうふうになるのかも、調べて